よし。はい。2024年1月6日土曜日19時半になりました。元宮城県知事浅野志郎さんで、今障害福祉を考える。では浅野志郎さん、番組よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんばんは。明けましておめでとうございますと言いたいんですけども、まあ言っちゃいましたけどね、ちょっと能登の地震がまだ今大変な状況なんで、おめでたくない人たちもちょっといるんですけども、おめでとうございますとあえて言います。はい、今日はもうボランティアといえば早瀬昇さん、NPO っていうのもあるんですけども、まあ大変、何しろまあ面白い方ですからね。はい、早瀬昇さん、興味あるお話が聞けると思います。はい、それじゃあ早速、早瀬さん、ここの番組のあれで提携になってんですけども、はい、生まれ育ちはどこで、で、まあ、その、ご家族はどうだったと、子供の頃っていうかね、その辺のことをお話しください。はい、分かりました。私は1955年の1月に、大阪府な、南河内郡、古市村、古市町団の時はね、っていう、今でいう羽曳野市ですね、で生まれましたが、なんとですよ、1ヶ月で、愛知県名古屋市に引っ越したそうです。あ、そうなんですね。で、そこで1年ぐらいいて、福井に行ったんかな。で、そこで弟が生まれました。で、それから2年ぐらい経ってまた名古屋に戻って、なんすね、幼稚園が奈良なので、何かというと、うちの親父ね、検事だったんですよ。返事？検事というのは転勤が多いんですよ。そうなんだね。はい。特にそれ若にい時は、短い期間とっていろんな地検回るんですよ。うん。うん。だから大阪地検の時に生まれて、名古屋地検に移って、福井地検に移って、また名古屋に戻って、奈良地検に行って、京都地検に行ったところで、うちのお袋が、実はガンで亡くなるんですけども、中そう学校2年生の時ね。で、そなれで、広島にの県議選になるはずだったので、それをまあ、やめて、彼は。で、弁護士になっちゃったっていう、そういう人です。やめ県で刑事事件専門。で、その頃は大阪にはい、刑事。大阪です。高槻、京都の後は高槻という大阪の町に行って、そこで中学校を卒業し僕て。が林さんと会って話したときは、林さんはコテコテの関西弁喋ってたんじゃなかった？あ、関西弁は喋りますよ、もちろん。だけど、喋れるというか。だから、すごい、奈良に来たのが幼稚園なので、その辺からもう関西ですよね。だから、生まれも大阪だけど。言語なんだ？言語を作ったところはどこと大言っ阪、いや、でもやっぱり言葉は奈良、京都、大阪なので、あ、そう。まあ、ただね、京都、大阪、神戸って全く言葉が実は違うので、そうなのね、本当はね。はい、皆それさで言えんばどが、こなの？大阪やっぱ今り。は大阪の吹田というところに住んでおります。いや、その言葉の由来よ。はい、ああ、言葉はやっぱりだから関西弁ですよね、大阪弁ですよね。まあ、河内じゃないけど、まあ、大阪弁、だって来ないことけえへんっていう人ですから。今はもう立派なって言ったらあれだけど、標準語で喋ってるじゃないですか。とりあえずそうなんかな。とりあえずね。ちゃんとね、講演とか散らすと完全に大阪弁になるんですけどね。はい。ああ、変幻自在ね。まあ、これはそね。うか。じゃあ、もっとも大阪弁で話してもらいたいなと思うんだけど、あ、わかりました。はい。おおきに、承知いたし標まし準た。語ありがとうございもます。喋れるってことの前置きができたからね。さあ、お父さんは検事で、はい。で、硬い仕事。あちこち行って、で、お母さんが亡くなって、それを契機に弁護士になったと。まあ、そういうこともあってね、ちょっとお袋の看病もあったんで、広島の転勤やめたんですよ。で、やめたこともあって、まあ、この際って言って、まだね、そんなに親父も年取ってなかったんで、弁護お士に父なっさたんんでがすけそうど。いう法曹界、まあ、検事弁護士っていうのは影響っていうか、それはのぼるさんの方にありました？私は結構理科系の大学に進むんですけど、
親父はね、継いで欲しかったでしょうね。私も、今だったら、ああ、こういう仕事してもよかった、親父のような仕事してもよかったなと思うけど、まあ、こんな、お正月早々に話す話じゃないかもしれませんけど、検事でね、司法解剖に立ち会ったりするんですよ。解剖に。でね、家に仕事持って帰るじゃないですか。そしたら、車で轢かれられた方のご遺体の写真だとかね、解剖した写真だとかね、子供に見せるんですよ。こんなに俺は大変な仕事してんだっていうつもりで。それはね、僕にとって大変なトラウマで、こんな仕事はするまいと思いましたよ。そうか。いや、検事なんて立派なね、正義の味方のいやー、まあ、人当時で。はあんまり思わなかった。そう。じゃあ、あんま今りと思っ影て響をは。受けてない。あ、いや、言うか、大変に反発しましたむね。しろね、反発ね。あ、まあ、なんで硬反い。発？反あ、まあ、やっ発ぱすりる。ね、基本的には、カチッとした人で、僕は、まあ、はっきり言って、かなりリベラル系の人物なのでございまして、まあ、だって、検事というのは、検察一体の方策というぐらいで、みんな同じこと言わないといけないんですよ。検察っていうのはね。すごいんです。そこの硬い世界に似てる親父と、私のようにヘラヘラとした人間のこの相性はなかなか途中合わなかったし、しかも何度も親父の期待を裏切るわけですね。司法界には、法曹界には行かない。それは、正しい判断だったかもしれません。まさにその検事とかあれと、まあ、反対ですね。そう。検事一体の法則なっていうか、そう、規あ則れすごいですよ。ね。みんな同じこと言わないといけないんだから。まあ、林さんに言いたい放題、やりたい放題。全く合わなかっよたかっです。た。まあ、弁護士だったら別ですよけどね。検事に行かなくてよかったですよ。うん。世の中のためにも。そう。でもね、林やっさん。ぱ僕は大学が理科系だったんですよ。で、今、京都大学落ちちゃったんで、京大落ちて、二技工、昔は二技工であったんですね。二技工に入ったんですけど、京都工芸繊維大学。繊維大学っていうのは、これは府立ですか？国立です。国立ね。あ、国二立技に行っ工ですた。ね。はい。で、だからエンジニアになるはずだったんです。僕の友人ってパナソニックとかね、ソニーとかみんな行ってるんですよ。ところが、私は大阪ボランティア協会行ってしまったじゃないですか。これでまた親父が怒ってね、と何考えてんねんちゃうんですよ。そう。いや、そそこらのとそう。ころちょっと聞きたい。もうちょっと大学時代とかなんとかはもういいどうでもいいから、そあ、の、学生時代にね、あ、ちょっと学だけ生その時代ののことも私のちょっと。由来を紹介しますね。あれで。よいしょ。よいしょ。スライドショー。スライドショーになりなさい。まず選択してください。そうです。それをね、スライドショーに選びたいのに。いけ。いけ。スライドショーいけ。あ、いった。これでいったわ。選べてない？なんで？選べてないからスライドショーにならないあ、じゃん。やったあ、なっけた。ど、ここれれで、ね。これでスライドになってる。これからだ。はい。はい。動かないね。なんだかな人んがで？いっぱい、これいつあ、やっ頃の。と動いた、動いた。ああ、はいはいはい。あれ？これ私の学生時代なんですけども、学こう生いう時学代。生時代を送る前の前提で、私はその、あれ、こっ親父ちとに行っちゃっだ、ていいの？はい。これを、ベトナム戦争？はい、私ね、やっぱ一つの原点はやっぱりね、10歳の時に北爆があったということですね。今のロシアのウクライナに対するものだとか、ガザに対するイスラエルのと攻撃と一緒ですよ。もう本当ひどい。で、全然アメリカ正義の味方じゃないわけですけど、とんでもないことしたわけですよね。で、それですごくなんとかしなあかんなと思って、まず10歳でしょ？で、だん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 こういうのできるわけですよ。メーヘレンとかこういういろいろ面白いものがね。で、こだまさあこよと。し、大学に入ったら、メーヘレンに入ろうと思ったのに、戦争の終わる直前に大学に入る直前で アメリカ負けたんですよ。そしたら米兵でなくなるの。嘘。嘘という感じでどうしようかというときに、大学の、い、い、あの、1回生、はい、あ、関西では1回生って言うんですけど、大学行ってすぐのときに、大阪の街を真夜中に一周しませんか、歩いて一周しませんかというイベントの告知が新聞に載ったんですよ。当時の学生は新聞読みますから。んで、行ったらね、それがね、交通費を上げますからだったんああ、勘違いね。勘違いですよ。で、交通費を上げますかって言ったら山本隆さんとして作った会なんですけどね、大阪の交通費を上げますか。ガンデーだったね。
ねえ、もうがん対策基本、自殺対策基本を作った人です。で、私は最初、歩くはずだったのに、大阪の街をみんなが動くときの、その中継基地として、当時の大阪ボランティア協会で寝泊まりできたので職員帰った後、鍵渡されて、どうぞって感じで。そんで、中継基地だったんですよ。で、先頭の人たちが公衆電話につけて、携帯電話もなんもない時代ですから、今ここにいますよ。そしたらね、そしたらですよ。学生ですよ。もう大学1年生、18歳が、NHK ですけど、今、先頭はどこにいますかとかね。朝日新聞ですけど、今日の参加者は何人ですか？取材を受けるんですよ、私は。で、俺は今、社会を動かしてるんじゃないかって、動かしてええねんけどね。まあ、そういうことで、なかなか面白かった。これがボランティア協会、私が結局的に人生を変えることになったボランティア協会。なるほど。こういうところです。もう木造モルタル2階建て、ほとんどね、こういったのを、ほとんどなんか過激派のアジトみたいなところだったんですけど、ね。もうそのやってた最初のデモみたいなやつは交通事業。以上励ますか、いかね、デモというよりは、モータリゼーション、当時はこう車の増加数と交通事故死者数が全くパラレルだった時代なんですよね。で、ものすごく事故死者が多かった時代なので、今と違って。で、それで車社会見直さないと交通事故にどんどん生まれちゃうんじゃないのっていうようなことで、ゆっくりズムって言い出したんですよ。で、それで、僕もしも最初から福祉臭かったら入れなかったと思うんですよ。でもなんかゆっくりで面白そうやなと思って入ったのがきっかけ。だから、はい、どうぞ。交通維持の会にまず興味を持って、共感まあ、し、交通行ってみたら交通の会だったですよね。ゆっくりズムをするつもりだったの。ゆっくり歩こうというなんか新しいライフスタイルを提案する組織かなと思って関わってみたら、交通事課程。で、交通事課程ってね、当時は9割は母子家庭です。で、もちろんお父さんとの方がお母さんよりも事故で亡くなる率高かったということもあるけど、父子家庭になられると再婚率高いんですよね。ところ何が、再婚率、ごめんなさい、再ああ、婚そう率。かそうか。ところが、母子家庭の場合はあまり再婚されなくって、母親が残った場合は、で、結果的に母子家庭になっちゃって。しかも当時は、自賠責ってね、一番最初に制度できた時の自賠責の保証額なんぼだと思います？亡くなった場合？一番最初。亡くなった場合。25万円。一番最初ですよ。もうほとんど保証なかった。まあ、どんどん上がるんですけどね。だから非常に皆さん厳しくって、そんな30代やそこらで急に夫を失ってつな、そこでまあ、勉強しに行ったり、さっきのさ、キャンプをしたり、やりだして。で、そこまでは良かったんですけど、そこの活動をするグループの拠点が大阪ボランティア協会って今私が就職してるところです。そのボランティア協会がまた面白かったんです。だからその交通維持の会をの活動に関わっているときに、大阪ボランティア協会が派遣元っていうか、そうだっていうのは分かって、ああ、つまりそのボランティア協会に事務所を置いてるボランティアグループに参加したわけですね。大阪ボランティア協会にはたくさんのボランティアグループが事務所を置いてるわけです。まあ事務所といっても郵便受けですけどね。ボランティアだから。枝のところの、それは何のあれボだ。ランティア協会というのは、まあ、いや、今で言うボランティアセンターですけど、そこに枝葉があるんでしょ？い枝や、葉。枝葉なんかない。単なあっる、た。なんていうの、お皿というか、広場ですね。ああ。広場であり、砦なんですけどね。で、大阪ボランティア協会に、まあ、いわば就職したんですか、そして。最初、ボランティアとしていろいろ関わっていって、で、面白いのは、ボランティア協会というのは、ボランティアが経営している組織なんですね、どっちかというと。職員は専従みたいな感じですよ。組合における専従。で、僕らボラン、あの、つまりボランティアスタッフが、講座を企画し、ボランティアスタッフが、当日の司会をし、っていう感じの組織。あるいは、組織の経営においてもそうで、職員の採用試験の選考委員の一人にボランティアの代表が入っています。そういう組織です。大で、阪そボラこンティア協会。一員になって、
給料ってものもらえたんですか？あ、最初はね、だからボラン、学生時代はボランティアでずっとボランティア協会の、例えば情報誌の編集員になって、取材に行ったり、記事書いたり、それから、来年の予算を決める合宿、予算合宿で決めるんですよ。みんなでわわわわやって。そういう組織のありようがものすごく面白くて、で、さあ就職ですよ。でもうみんなソニー行きます、パナソニック行きますってなると、一緒に一回しかないですからねと思ってボランティア協会選んだら、さっきの親父がもう怒った。なんだそんな なんだって。大ねえ。だって学ま僕では出て。何やってんだって感じですよ。実際ね、職員になって、結局大学卒業した後職員になるんです。まあ、実はその間に1年間だけフランスの知的障害者のグループホームで働くという、ちょっとアクシデンタルな暮らしが僕にはあったんですけども、それは何ですか？突然フランスの？フランスとね、ベルギーと行ったんだけど、ラルシェっていう、まあ、ラルシェってのは、ラルシェ・ド・ノイって言ったら、ノアの箱舟のフランス語読みなんですけど、箱舟っていう、まあ、カトリック系の、まあ、福祉団体があって、数年前に代表者が亡くなって、そしたらこの男は実は、ジャニーズ問題と同じようなことをやってたんだ、ちょっと後でわかるわけですけど。よくわかる。よくある話ですよ。でも、とにかく彼は政治みたいな扱いされてた人なんですけども、その彼が世界中に、知的障害者のグループホームを作ってる。今、日本ナンバーでもありますけど、今から、45年前ですからね、僕びっくりしましたよ、フランス行って。こんな場所あるんだといや、ところでそれ、なんでフランス行ったの？思って。そもそも僕、ボランティア協会に就職したくなったんですよ。ね。で、就職させてくださいっていうふうに、まあ、ある、4年生の年の、いつ頃かな ?5 月ぐらいか6月ぐらいに当時の事務局長に言いに行ったんですよ。そしたら、お前何考えてんの?アホちゃうかって。うちみたいなところに人を雇えるかいなって言われて、ああ、あかんな。やっぱ僕も就活しなあかんねやと思ったわけですよ。で、その1週間後に、またボランティア協会に出向きましたら、私、京都の北山、五山送り火の妙法の法の字っていうのが、うちの大学のグラウンドの先にあるんですけど、そんな端っこからね、当時、心斎橋に事務所あったんですけど、心斎橋まで通ってた。で、行った。そしたら、林くん、イギリス行けへんかと、こう言われるわけですよ。イギリスに行かへんかと。言われたの。つまりね、そのリクルーターがいてて、世界中からそのラルシェっていう団体のスタッフを集めてるんですよ。で、ヨーロッパだとね、ほら、良心的兵役拒否の人たちが、障害者施設で働くじゃないですか。軍隊入りたくない人たちがね。そういう仕組みがあるんですよ、ヨーロッパで良は心ね。的兵器拒否ね。良心的兵役拒否で、でも、そう、だから、ミリタリーサービスに入らないんだけども、なんだっけ、そう、ど忘れした。なぜ、そういう時のサービスがあるんですよ。シビルサービスだった。シビルサービスじゃなかったかな。そういうのに、いっぱい若者たち来てるわけですよ。僕が働いてた施設でも、バスク人とかね、ポーランド人とかね、いろんな人いまして。で、そこに行くんですけど、それで、リクルーターでイギリスに行かへんかと言われたんですよ。で、リクルーターの人、北海道に住んでたんで、私は一生懸命関門海峡、じゃあ、関門海峡、青函連絡船乗って行きましたよ、北海道に。そしたらね、たまたま僕がフランス語も勉強したんですよ。1年生か4年生まで。で、実は本部はフランスにあるんだ。君、フランス行かないかって言われたんですよ。本部が。私のこれ人何の生本す部る。が？そのラルシェの本部が、ラルシェっていう。本部がね、こフれランがスの。ね、もうね、私の人生最大の失敗ですよ。なんもうで？それで僕はフランス語は多少話せるんですけども、英語がね、話せなくなったんですよ。フランス語と混じるから。もうね、そんなピーマンがフランス語だと知っててね、何か役に立つことありますかって感じですよ。アデランスがフランス語だと知ってて何か役に立ちますかって感じ。もうフランス語なんかしてても全然ダメですよ。もう英語ね、イギリス行ってたら英語話せたのになと思って。人まあ、生最大のそ失れ敗。が人生最大の失敗って言ったら、大した失敗やってないってこと。
大したことないけどね。いや、でも、もう少しね、でもね、英語力はもうちょっと高い、語学好きな人なんだけどな。だってフランス語すぐ覚えましたからね、やっぱり普通に。話せるようになりましたから。まあ、ラジオは聞けなかったけど、早すぎて。そうやって北海道まで行って、行って、で、フに、ランスだったの、のがフランスになって、パリから1時間半ぐらい行った電車で、北駅から、ね、行ったところに、コンピエーニュっていう街があって、そこからまたバスで30分ぐらい行ったところが私たちが住む暮らす。まあ、フランス語でホワイエって言うんですけど、まあ、ローというか、アトリエです。なんだな、グループホームなんです。ほんで、世界中の若者20人ぐらいと知的障害者20人ぐらいが一緒に暮らしてるんです、そこで。という施設が、その地域に10カ所ぐらい。フランスだけでね。そっち、パリ近郊だけでね。もう世界中にあるんです。200ぐらいあるんじゃないかな。まあ、そこで働いてたんです。で、その後、バカンス取って、みんなバカンス取るんですよ、フランスの人って。貧しくても。で、ぐるっとヨーロッパ回った時に、ブルッセルにちょっと行ったら、ブルッセル有名な、ナルシェ系の施設があったんで、ここもいいなと思って、私は一挙に超ど田舎からヨーロッパの首都ブリュッセルに移るんですけどね。そんなことをしました。まあ、全然。でもそこで、まあ、やっぱり僕実は学生時代に、先ほどちらっと言いましたけども、誰でも乗れる地下鉄を作る会っていう会を大阪の障害者と一緒に作って、で、地下鉄にエレベーターをつける運動をするんですよ。もともと京都で始まったんですけど、日本で最初に地下鉄にエレベーターがついたのは大阪です。1980年。何、それは俺がやったんだって言い たいの？違う違う、障害者のリーダーがやったんだけど、その時私は、お前は学生だから暇だろって事務局長になってただけの話なんです。でも、事務局長になっただけでも、それが地ボ下、ランティアですよ、もちろん。体になって地下鉄ができたんだね。まあ、僕エらのレベー運ター動がね、というの運が動ね。ね。いや、面白くてね。まあ、こんな話でいいちょっのとかそのなと思うけど。ベルギー、ベルス、で、グループホームみたいなところの、まあ、お手伝いみたいなことやって、まあ、一応ね、当時、フランスにいたときは200フラン。当時まだユーロなかったんで、1万2千円ぐらいか、円だと。もらえたのね、給料ね。給料とか1万2千円ほどね。そら。で、それと、食べるところと、食事が出てるわけですから、暮らせますよ、もちろそれはあれじゃないの？生涯初めての給与じゃない？まあ、一応はね、給料というか、まあ、学生時代も他にもバイトしてましたけどね、家庭教師とかなるやっほてど。ましたまあけいいどでね。すか。そうか。まあ、でも、とにかく、日本人いない中で、そういうね、したら面白かったですね。で、それで、ね、ベルギーに。ちょっとだけ、しょうもないこと言いますとね、僕、最初、フランス語があまり分からなかったんですよ。そうするとね、スタッフの誰と誰がね、仲が悪いとかね、逆に誰と誰が絶対できてるとかね、分かるんですよ。フランス語ができないと、むしでろ。きないと。ところが、分かり出すと分からなくなってくる。言われましたよ。フランス行くときに障害のある連中に、我々言語障害やっていて、なんか話されへんけど、分かってることは分かってんねんで、とか言われたのは、そこを言うことかと思いましたよ。それがまあちまあ、ょっとこぼれ話ね。こぼれ話でした。すいません。そ先れ行で、こう。あんまり長くいなかったのね、ベルギー、ブルス、ブル1年だけ。ス。1もう年ね、ね。もう1年おってもよかったんだけども、まあ、フランス、ベルギーから、ボラサカボランティア協会に職員にして、職員にしてって、またハガキを送り、あの、ね、エアメールを送り続けてたんで、今度はいいよってなったんで。それが障害者への初めての、あれでしょ？まあ、学生時代かからわいい。ね、ちょうど、障害のある人たちが、やる、自立生活運動が始まり出してる時期ですから、大阪で言うと文化住宅って言うんですけども、アパート借りて、100人ぐらいボランティアを組織して、介護をしてもらいながら自立生活をするっていうのが始まりました、出した時期ですね。僕もそういう介護をずっとやってました、学生時代は。だからブリュッセルに1年いて、大阪に帰ってきて、あ、大阪に入りました。ボ帰っランてティアき協たっ会。ていうのは、ボランティア協会にね、入りました。もの。入ったんだけど、4年間は所得税を納めなかったですね。所得税を納めなかった。
そのぐらいしかもらえなかったってこと？そう、基礎控除の方が所得よ、あの、基礎控除の方が多い。でもね、地方税取るんですよ。どう思いますかって感じだけど、なんで俺から基礎税取んねんと思って。だからボランティアにおごってもらってました、最初の頃は。そういう組織ですよ、ボランティア協会そうだね、そうだねっていうか、って。楽しい。楽で、しい、こういうとこに楽しかったです。父親に叱られながらね。そりゃ怒りますよね。だって、多分、生涯賃金だと3、4倍違うでしょうね、彼らとね。もっと違うかもしれないけど、そんな、あんま関係にしてないけど。まあ、それで一応ボランティア協会に張り付い入りまして。た。入りまして、いろいろあるんですけど、今日のやっぱり今の時期の話題で言うと、僕、1991年に事務局長になるんですけども、大阪ボランティア協会の特徴の一つは、ボランティアコーディネーターの養成講座を日本で最初にしたところなんです。実はボランティア講座も日本で最初に1965年に始めてるんですけども、来年が60周年を迎える組織なんですけどね、日本で一番古いボランティアセンターなんですが、ボランティアコーディネーターの養成講座も日本で最初に、前社協なんかでもずっと早くやってた組織で、実は1994年の10月に大阪で第1回全国ボランティアコーディネーター研究集会を開いたんです。仲間と一緒にね。だ、そで、れはやっぱり事務局長のあれだね、そう力。そう、まあ、ね。だし、うちはコーディネーション力が売りだよねって言ってたわけだから、いろんな人たちをつないで、活動したい人の意欲をエンパワーメントするっていうのは我々の得意なことだったので、で、やってた。で、来年、また今度東京で集まろうねって言った3ヶ月後に阪神・淡路大震災が起こったんですよ。で、そこで私たちは被災地に、後に災害ボランティアセンターと呼われる組織を、これまた日本で最初に作るんです。当時は災害ボランティアセンターっていう概念はなかったです。ちょっとだけその辺でね、ビデオを見てもらった、ビデオじゃなくて、スライド見てもらった方がいい。これ、あ、これ、これ、これ、あ、これ、学生時代の私。ね。かわいいですね。これ。地下鉄に乗せよって出てるんですけど、読めないかな。鉄に乗せな、乗乗せせよ。よ、乗せよ。つまり、地下鉄の中に乗り込んでるんですよ。車椅子の仲間と一緒に。だって、1980年11月に地下鉄エレベーターがつくわけですけど、この、写真自体は、1977年ですから、その3年前ですね。僕が22歳、大学の4年生の時ですけども。で、つまり1980年11月までは、日本中の全ての地下鉄は階段しかなかったんですよ。だから、見るか、えっちらおっちら階段を押して。で、こんなやっててもね、もう交通局とは全然平行線ですわ。で、ある時、大逆転の、イベントをしたんです。それは、車椅子で階段を降りるという地上階をしたんですよ。こういった、こういった、どうしよう。ね、地上一人でっていうか。階。みんなで試乗階、試乗階、試しに乗る。を、交通局の幹部さんに、我々いつもね、車椅子担いでこう言ってますけども、いっぺん車椅子で階段を越えてみてください。やったんです。その交時、通局の人を乗せたの？そうそう、だってあなたたちは、介護はしても乗ったことないでしょうってわけです。でね、その時命にに、関わるよ、それ。いやいや、それは普通にまあ乗せるんだけど、その時にね、まあ4人あれば絶対大丈夫ですから。電動と違ってね、当時の車椅子軽いですから。ところがね、その時にね、普通車椅子で階段降りるときは後ろ向きに降りるんですよ。ね、後ろ向きにする。前向きに降りたんです。まあ、こっち局にやらしたら。いや、我々がそうしたんです、わざと。わざとそうしたの？安全性一緒ですよ。安全性は、前に向きに降りようが、後ろ向きに降りようが、後ろ向きの方が錯覚するんですよ、目の前に階段があるから。本当は、後ろは浮いてるわけでしょ？つまり、前向きに降りるか、後ろ向きに降りるかは、安全性は全く一緒なんです。で、それで、前向きに降りたらね、どんな怖いかですよ。見えないもん。で、こんなに大変なことを
車椅子を利用されている方たちに強いていたのですか、私たちは。つって、ガラッとしちゃった。あ、すごいね、それは。退職料。う2回目やったらもうバレてますけどね、そんなことしないっていうのは。ん。うん。でもやっぱ彼らからしたら、やっぱこれあかんでと思ったんですよ。で、もともとなんで彼らが反対したかというと、金ですよ。何本かかると思ってんだってわけですね。梅田駅に作れ、天王寺に作れ、何枚に作れって言ってるわけですから。で、ところがね、いい妥協策ができたんですよ。新設の駅に作るんです。新設の駅、新しい駅に作る場合には、もう全然工事違うんですよ。だって、地中を掘って、で、そこに駅舎を作るときに、エレベーターが降りるところだけセメント入れへんかったらいいわけでしょ？で、降りる機会をする。実はね、上のね、駅舎作るのがちょっと大変だったんだけど、まあ、それでも、なんせ10メートル掘るのに、何億円もかかるような 地下鉄ですから そんなもん大したことないんです。で、新しい駅から作り出した。なるほどね。でも、さっとね、第1号ができたときに私はね、仲間に言ったんですよ。やっとね、これでね、大阪の、まあ、喜連瓜破っていう駅なんだけど、喜連瓜破にエレベーターできたね、ちょっとこれで地下鉄乗れんでって言ったら、ああ、喜連瓜破に乗れるんかい。どこで降りんねん、言われてね、そうすそうれだよば。ね。今そう。はね、大阪の地下鉄は全ての駅が地上からプラットフォームまで、介護なしで、電動の人だったら行けます。残念ながら、電車に乗るときだけスロープつけないといけない。ねえ、それがなかったらもう無介護でいけんのにね。まあまあ、だけどそんな感じです。それは大きなイベントでね、達成感もあったでしょう。やったーと、でもその時すごく僕は大きな学びをしたんですよ。交通局の人たちと我々とは、まあ、すごくいがみ合ってたんです、最初はね。最初はですよ。その試乗会した後はだいぶ仲良くなってきて、分かったのは、彼らはね、彼らじゃないんですよ。財政がうるさいんですよ。赤字、赤字は言うて。赤字のね、状況に対して締め上げられてはるわけですよ。だから、そんな工事費なんか出されへんって言ってんだけど、自分たち自身は、本当は、そんな、みんな乗れる場所にしたいわけです。だって、エレベーター上がれば、車椅子を使ってる人だけじゃなくて、大きなね、スーツケース持ってある人も、ベビーカー使ってある人も、みんな助かるわけ。みんな助かる。だそうだ。誰でも乗れるですから、我々は。ルバングルマのお母さんね。そうそうそう。なんで、で、それでね、その時すごく私たちが学んだのは、マザー・テレサがね、愛情の反対は憎悪ではないって言ってありますやん。で、愛情あれのの意味が反対分はかる。どうでもない。愛知ってます情よ、の僕。反対は憎悪ではない。なんて言うと、無関心。無関心ね。つまり、僕たちと交通局は最初、いがみ合ってたんですよ。で、中間には中間の考えの人いるかなと僕思ってたんですよ。大きな間違い。中間の人はみんな無関心。私たちは関心層だったんですよ。だから関心層が近づくと一気に長く良くなるんですよ。だってね、僕は阪神ファンなんですよね。で、申しおめで訳なというございな。ましたね、去年はね。もうございます。一度も連覇したことのない阪神タイガースなんで、今年どうなるか分かりませんけども。でね、私は巨人ファンの方の気が知れないわけですが、申し訳ありません、巨人ファンの人は。でも、阪神ファンと巨人ファンはね、サッカーファンより仲間なんですよ。そういうことなんですよ。愛情の反対は憎悪ではないっていうのは、何の話やっちかっそのていう。例えがよくわかるようでわかんないけど、まあいい あかんか。でもそういうことで、やっぱりその敵対してる同士は、その問題に対する関心層という点での土台、共通の土台持ってるんだっていうのは、その後いろんなアドボカシーしてきましたけども、とっても大切な認識ですね、僕にとっては。敵対者が必ずしも遠い人じゃなくて、無関心層の方がもっと遠いから。なるほどね。だからだから、運動やってる時の敵は誰だっていうと、実はその一般ピープルなんだそうね、なんですごよ。無関関心を心のね。人たちなんですよ。この人たちは何にもしてない。そうなんです。それ関は心いいの、学びだったですね、そ学びれだっは。たですね。それ以降はあんまりその運動するときは、相手の立場もうまく分かりながらっていうかね、そもそもの意見でみんな違うんで。だってそれでちょっと飛ぶようですけど、1994年、阪ボラ神・ンティア淡路コー大ディネー震ター災。研究所からやりました。で、全国から優秀なボランティアコーディネーターが集まった。
この背景には1985年から始まるボラントピア事業があります。厚生労ラ働ン省トピの。ア、うん。ボラントピア事業。ね、京極さんが、わランティわ、アとユートピアの調整掛けを、合わせ。はい。うん。その前の年まで、1か所あたりのボランティアセンターの国庫貯金が45万円しかなかったのに、その翌年から600万円を2年間つけました。コーディネーターを雇いました。かつ、ボランティア基金というものを作ることを国が認めて1億円の基金が作られました。当時の金利だったら1億円あれば600万出るんですよ。だから、恒常的にコーディネーターを雇えることになった。このことによって全国の社会福祉協議会にいっぱいボランティアコーディネーターが増えたんです。それで、ボランティアコーディネーター研究所がやったんです。で、集まってきました。で、来年東京でといった3ヶ月後に阪神大震災。なるほどね。で、私たちは震災の時何にしようかと思ったんだけど、当時ボランティアセンターって概念なかったんで、みんな避難所に行くんですよ。うん。避難所のケアするのがボランティアの仕事だったんです。ところが、私たち避難所のケアをする能力ってそんなないよね。どうしようかって言って、結局ボランティアセンターに100としたんです。まあそんなつもりあんまりなかったけど、被災地の人々を応援する市民の会っていうのを作って、そこでまあ、学んだのは結局は一緒だということです。災害ボランティアコーディネーションと普段のボランティアコーディネーションは一緒ということですね。ちょっとだけそのスライドを出します。あ、スライド、動画長いからスライド出しますね。もう自分のペースで怪しくて言えない。ごめんなさい。いい。あ、これだ。これね、これで。それは何回も見たよ。ね。お見せしたいでしょ これだ。これでもね、なかなかね、意味深のスライドなんですよ、これ。やる、あれ？なんでこれ、現在のスライドにならないの？スライドショーにして、現在のスライドが出ない。なんでだろう。ね、出てません。まあいいや、これ出すのやめよう。これ実はね、このバスの運転手さんは、被災地で最初何を買ったでしょうという有名な事件があるんですよ。出ないな、クソ。え？いや、有名な事件、あれって知らないよ。知らないでしょ？知ってる人は知ってるんだけど、知らない人は知らない。うん。この運転手さんね、落ちかけたんですよ。あ、高3人乗っ速てたん道か路な、だっお客け？さんこれ。が。ええ。高速道路ね。高速道路落ちかけたんですよ。落ちかけたら本当、いや、これはものすごく覚えてるよ。この写真は有名ですよね。うん。で、それで、そこを脱出、後ろから出れるので、ごめんなさい。後ろから出れるので、出たんですよね。あ、で、乗客は？乗客も自分も。うで、1.5キロ歩いたら非常階段があったんで、地上降りたんですよ。ん。地上降りたらコンビニがあったんです。うん。うん。さあ、そのコンビニで運転手さんは何を買ったでしょうか。じゃーん。水？ みんなそう思いますよね。これです。ああ、あっでたね、映ね。るんですってね。はい。で、これが彼が撮った写真です。え、つまこれ。り自分、人間はね、記録する動物なんですよ。うん。ああ、そういうものなんです。だから記録を残そうとしたんですよ。っていう、まあ結構有名な話があるんですけども、なんかちゃんと映らないから。で、私たち、まあこれがこんな感じなんですね。阪神大震災で亡くなった方たちのは、まあ圧倒的にこの家の中に亡くなられた。ほとんど実は窒息ですね。足足テープで窒息が多いんですよね。横隔膜が動かなくなったら窒息するんですよね。まあちょっといいんですよ。で、これが私たちの現場に来た被災者の方たちの状況です。ご高齢の方が12%、一人暮らしが11%、病気の方が、ね、3%。で、69%は不明。特にない。どういうことか。昨日まで普通にサラリーマンしてはった人が被災者になるんです。そういうことです、これは。で、これがうちに来た依頼のね、ニーズが来た順番に並べてるんですね、これね、順番。最初、避難所の手伝い。で、緊急生活支援というのは水汲みとかですね。で、家屋補修、家具移動、屋外片付け、屋外片付け。で、荷物の出し入れ地は、これ仮設住宅ができると、そこの引っ越し手伝いなんですよね。こんな感じ。こんな感じで水汲みする。で、まあ、ちょっと最近この辺の話は今。
これビデオなんですよ。まあ、地震が起こったんですが、阪神大震災でなんでボランティア概念になったかというのは、2つ理由があって、1つは、地震の起こった翌日に神戸市役所がボランティアの公募をしてしまったんですよ。正確に言うとね、お医者様、看護師、その他、一般の人って言っただけなんですけどね。一般の人がそれを聞き逃さなかった。それまで災害時に行政がボランティアの応援を求めたことはなかったんです。で、神戸市役所は言ったんですよ。なんで言ったかというと、10年前、阪神大震災の10年前に神戸は、ユニバーサシアード神戸大会があって、まあ、学生のオリンピックですよね。で、世界中の、まあ、選手たちが来るんだけど、日本のスポーツイベントにボランティアを募集した最初のイベントがユニバーシアード神戸大会なんですよ。6000人かな、ボランティアが通訳に入ったんですけども、その経験があったんですよね。で、やっちゃった。で、あ、ボランティアと求められてる。それともう一つ大きなことは、今回今のちょっ東日と、本、はい、ここで一旦止めようか。林さん、神戸市役所がボランティアの公募っていうのをやっちゃったって言い方したので、これは必ずしも、なんていうの？好意的に見てなかった？あ、違う。だって、彼らボランティアコミッションの仕方知らないんですもん。知らないから、そんなに知は。らずに、まあ、もっと言えば、お医者様だとか、看護師さんがメインだったんですよ、もともとはね。なんだけども、市民と言った。で、結局何が起こったかというと、何もできな、何もしや、しな、できずに、市役所に溢れるボランティアです。だからつまコーディり、ネーターっていうのがいないとボランティアは活躍できないってことですあ、そうね。ですね。ボランティアコーディネーターですか、コーディネーション力を持った人ですね。ボランティアコーディネーション力を持った人がいないと、で、イベントなんかの場合は、だいたい1年か2年ぐらい前から、ボランティアの人たちの研修をするので大丈夫なんだけど、これ災害時は、まあ、そういうことはよく、僕、その後、神戸市役所にも西宮市役所にも、こうやってやったらよかったんですよって、もう行きましたですけどね、何度も。もう遅いですねって言って。手遅れです。なるほどね。ちょっとだけどうしようかな。ビデオ見せたらその辺わかるけど、時間取りすぎるんでね。ちょっとビデオ見ます。やってみましょう。やってみましょうか。はい。私がもうちょっと長すぎたらストップって言うから。はい。そしたら、これが、動け。あ、ここじゃない。応援する市民の会の活動をご覧いただここうれ、と思市いま民す。の会長のボランティアセンター。これ、経みんな験で者。ずーっと、これはいいんだよね。あ、次長の長さこんとれ、手見分けてくしださてい。多くの団体に市民28の年会前へのの若い参加を早呼びかけまし瀬た。君、若いね。自分たちだけではこの仕事はとてもやりきれないだろうし、逆にこれまでのネットワークを生かすことが被災地の人たちに効果的に、問題を解決する力になれるんじゃないかと思って、そういったことを進めました。僕実はね、翌日東京行くんですよ。あ、で、経団連と来るんださんけ。と田代さんとは5年前からの知り合いでした。お薬の時とか雲仙の時はですね、私どもあくまでもボランティア団体の活動の外にいたんですよね。外にいてボランティア団体からこういうなんか協力やられないかっていう要請が来れば、まあその都度その都度動いていくというようなやり方だったわけです。けど今回は我々自身が経団連1%クラブ自体が応援する市民の会の一メンバーとして入ると。そうそう。まあ、こんな状経況です。団。一緒ですよ、今一度はね。方、19日には長さんが被災地の視察に出そかれけでる。なんですけど、どういう状況だったかが分かるの、これ。の会の拠点は大阪から電車で行ける最も西の地点、つまり被災地の最前線に作られました。つまり、阪神・淡路大震災では、三宮までと、西からは三宮まで、東側からは西宮まで入れたんです、電車で、翌朝から。これがね、今回の能登の地震との全く違う。つまり、たくさんのボランティアが、日帰りボランティアができたから、ボランティア元年になったんです。なるほど。現実に行けたからなんです。今度行けないですよ。そこは非常に大きな。で、ボランティアするにも現地にちゃんと行けなきゃ行けない。できないわでけもね、本当はね、ボランティアね、昼間しか仕事がないので、ですね。一番いいのは日帰りなんです。
泊まり込むとトイレ使うでしょ？だから、それは、だって我々、梅田から大阪に来るときに、被災地行くときに、梅田でうんちしてから来てくださいって頼んでたんですよ。ほんまに。もう、ほんと、もうね、トイレは大変だったんだ。まあ、ちょっと、まあ、それはいいとして。ほんでね。食事や宿泊場所の確保が難しいためそうに、そうそう。ボランティアが日帰りできるようにするためです。まあ、それはいいんだけど、で、どっかあるか。あ、こう、だから、西1宮、月20阪日、急電鉄がこうやって市ち民ゃんのと会がね、正式こういうにのを結入る成ことさをれ、許可してくれ。西宮北口駅前に事務所が開かれました。ボランティアを希望する人に、とにかく現地に来ることを呼びかけたわけでどす。んどん来てるんです。こんな列ができるんですよ。私ね、これはずっと長い間で、その当時仕事現して地事て、務所にはまさか平自分均の事務300所の人、前にボランティア週が来末たんにですか。は列を500なす人を超えるボのランティアが集まりました。ほとんどが今まで団体には所属したことのないボランティア初心者です。すみませんが、戻ってもらえます？受付の前の方。大切なことはですね、緊急です。早くしないといけない。そうするとどうするか。例えば名簿を揃えて、うんぬんとかいうのはダメだと思うんですね。どんな人でもいいから、何ができる人がどんどん来れて、動いてみる。こういうのに順番に。駆けつけた大量のボランティアを、少しでも早く被災者を助ける力にしたい。そこで、活動先を書いた紙や地図に、自分の名前を貼るだけの簡単な受付方法を取りそうすました。ると、人数分集まったら表に出るんです。こうやってね。で、そして、その場でチームを作り、その中からリーダーを選んで、現場についてのオリエンテーションが行われます。現場には専門スタッフは同行しません。ボランティアは自分たちだけで現場に出向きます。もう信頼して、一人一人のボランティアの判断力を信頼して動くようなシステムを作らないと。今日まで我々のやり方は非常に、まあ、危なっかしいですよね。なんか問題を起こすかもしれない。そこは我々信頼してるんです。実際に起こらないですよ。それぞれの現場でボランティアは自分で判断して行動します。全く初めてのボランティアも、被災者の声を聞き、何が必要なのかを考え、その場で自分たちができることを見つけ出していきます。ボランティアという言葉には、自発性、自由意志という意味があります。その原点に立ち返っての活動です。ボランティア希望者は県や市にも殺到しています。1月19日、西宮市役所でもボランティアを募集しました。しかし、募集を始めた途端に深夜まで電話が鳴り続け、対応する20人の職員は他の業務が手につかない状態に陥りました。西宮市に登録したボランティアの数は4日間で3500人にも上りました。これね、これで解説。ここで一旦止めましょう。ん？ここで、ここで一旦止めます。災害時のボランティアは登録してはいけないんです。もともとボランティアで登録に向かないんですけど、登録というのはどういうことか。例えば、西宮市に登録す、私が登録しますっていうことは、西宮市の支配下になるんですよね。うん、指揮下に入るんです。ということは、指示待ちになるんですよ。なるほど。指示は出せないんですよ。うん、そんな余裕はない。だから、私たちは、さらにもっと悪いのはね、お膳立てを期待しちゃうんですよ。私は医師です。医師ですから、病人がいるところに連れて行ってください。どこにいるかわからんって言うんですよ。だから、いつでもいいから、あなたの都合のいい時に来てくださいというシステム僕らはしたんですよ。実はね、1日だけ登録したんで、これダメってすぐ分かったから。で、その人たちがどうニーズとマッチングするかが、まさに、やりようだったんですけどね。ちょっとね、今度、パワーポイントでご説明しよう。よいしょ。まあ、この辺はいいんだけど。これ、ポストイット方式を、まあ、いろいろこだわったことあるんですよね。うん。例えばね、被災地の人々、被災者は使わない。弱者のイメージがつくんだろうか。で、応援する。主体は被災者だ。だから応援する。それから市民の会、市民でやろう。で、まあ、経団、もう亡くなった田代さんね、もうこの人が言ってたら社会変わったと思うね。ね、癌で亡くなられました。
で、一番最初の依頼がなんと火葬場を探してほしいだったという、まあ、ちょっとびっくりする話があったんですけど、それで、事前登録やめて、で、ポスト一件する。登録すると指示待ちになる。いつ来てもいいよ。いつ来てもいいようになると何が起こるかというと、まあ、これちょっとこれいいんだけど、こうなったんですよ。これ、実際に来はった人の数の推移です。何を言いたいかというと、明日何人来られるかわからないんですよ。事前登録してないから。で、これに対応しないといけない。で、そうすると、そこで、まあ、取らない。だから当日受付できるシステムを作った。で、人数制限はしない。依頼どんどん来てても、それよりを超えるボランティアがいらっしゃるんだけど、そこはね、ボランティアコネーションにおけるボランティアプログラム開発って言うんですけど、新しいプログラムを作っていけばいいんですよ。ニーズ来てないだけで、実際には被災地に必要な活動いっぱいある。例えば、今空いてるお風呂情報という情報誌を作ったり、今空いてるお店情報という情報誌を作ったり、その依頼なかったけど自分らで作ったんです。それからポストイットっていうね。さっきのポストイットカードを使う方法は何がいいかというと、もちろん、その人の個人、詳しい個人情報は別に、災害特約付きボランティア保険を、に対応してもらうために、加入してもらってるんですけども、例えば、どっかのお寺で瓦の片付けとか言ってもらうじゃないですか。そうすると、その用紙に残ってる名前の人がそこに行ってるんですよ。で、災害時のボランティアコネーションっていうのは、二次災害対応ができないといけないので、今どこに誰がいるかわからないといけない。それが、ボランティア募集の用紙にあるポストイットの人がそこに行ってるの分かるじゃないですか。で、帰ってきたらね、事務所っていうポスト、台があって、そこにポストイット貼ってもらうんですよ。あるいは隣に喫茶店があってね、地元でお金を落としましょうとかで喫茶店で休憩してもらったら、それでその喫茶店で行くんですよ。で、最後帰った時は帰宅っていう感じで。すごく便利なんです。で、何でも受ける。で、ご覧、相談、電話対応はね、プロのコーディネーターにしました。一般の方にやってもらうとね、必要なこと聞きそびれるんですよ。で、もう、その電話切っちゃったらもう繋がらないので、当時は。で、大変だった。で、まあ、いうようなことでやって。で、平時のネットワークが必要というのは、3ヶ月間に40年分の応援依頼を寄せられて、70年分のボランティアが来たんですけども、そこでこういうことが起こったんですよ。まず、先ほどの3ヶ月前に集まったボランティアコーディネーターのプロたちに、1週間で来てよって頼んで、この黄色グループですね。それから、この経団連1%クラブの企業のトヨタだとか、大成建設だとか、三菱商事の人たちに1ヶ月来てください。この人たち1週間なんで、全国コーディネーターはね。この後、大阪工業会という、例えば、サクラクレパスとか、大日本女中国、金鳥類ですね、それの企業さんに来てもらって。一番多い時は1週間に延べ180人のプロの、お金をもらった職員がいたボランティアセンターってとんでもないこと。ついでに言うと、経団連と組んだので、事務所が芦屋に移った時に朝日生命が借りた。救援物資は朝日病院です。まあ、ヘリコプターほとんど使ってないんですけど、各社からヘリコプター使っていいよって言われましたし、こんな感じです。お金もたくさんいただきました。だから普段の平時のネットワークが生きたというのと、ボランティアコーディネーションをしてきた仲間たちのものが生きたっていう感じですね。今のね、聞いていて、やっぱりコーディネートっていうのは大事でね、つまり、で、それを仕切った一番中心は早瀬さんだった。まあ、私ですけ僕ど、が毎日の会議の司会はしてましたから、いや、だけど毎晩ね、11時ぐらいまで会議してたんですけどね、ね、どうすみましでたもね。よく、そういうふうに、まあ、完璧じゃないにしても、かなりの部分で回っていったっていうのは、ちょっと、奇跡ですね。奇跡っいてや、ことに。それはね、だから NHK がああやってね、うちに結局カメラを置きっぱなしにしちゃったんですよ。で、ああいう3月何日かな、特番作って放送したんですけども、行政の方はね、実は先ほどの、動画の後に出てくるんだけど、そういうふうに登録してしまったので、まずいけないのと、もう一つ非常に大きな重要な違いは、ボランティアっていうのは不公平にできるというすごい面白い特徴があるんですね。不公平にできる。
公平にしなくていいんです、ボランティまあ、こう、公平でなくていいってことね。アは。公平になくていい、あるいは公平にそもそもできない。あらゆる課題を全部公平になんかできるわけないで、わけで。で、つまり僕たちは、困ってはる人がいてはって、あ、私手伝いましょうか言うたらこれでできるわけです。ですや。これがボランティアですよ。ところが行政は、どんどん依頼が来て、わかりました、すぐにヘルパーさん紹介しますとはできないんですよ。そんなことしてたら早いもん勝ちになる。不公平になる。彼らはニーズを一生懸命聞くんだけど、結局、できることは、避難所に救援物資を配る。これはできるんです。公平だから。で、僕らはそうじゃなくて、個別の依頼にどんどん砕いていったんですよ。で、そこにボランティアの皆さんたちと一緒に取り組んでもらう。しかも彼らに任す。で、さらにそれを超えるボランティアたちがいらっしゃるので、さあ何しようかねっていうんで、それはもう毎日日報を作るボランティアもいましたしね。それから、ゴミ収集車が来ないので、もうものすごい匂いになったんですよ。で、ゴミの詰め替えっていう、これはようやってくれはったと思いますよ。何でもやってくれはりました。で、しかもね、最後そのゴミをね、電車でみんな持ち帰るんですよ、家に。来ないから。だいぶ、1ヶ月ぐらい経ってね、阪急から、もうちょっとそろそろあれやめてください、言われて。そらそうやね。まあでもほんま、何でもしましたよ。個別に答える。この時に社会福祉協議会はどう動いたんですか？ここがかわいそうなんですよ。かわいそう。神戸市の社会福祉協議会、まずね、一つはこういうことです。神戸市社協、兵庫県社協の県ボランティアセンターの所長は、県に戻りました。出向だったから。それは各区社協も一緒。それからもう一つあるのは、神戸市社協は、救援物資の集積所になったんです。つまり、救援、まあ、そもそも皆さん、被災地に救援物資は送らないでくださいね。企業に任せましょう。もう個人で送るのは絶対やってはいけない。もう被災地の負担になるだけ。本当に、もう救援物資はもうね、被災地の第二の災害と言われてるんですけど、もう企業に任せばいいんですよ。仕分けされてない物資が来て、その仕分けにみんな追われた社協の人たちは。つまり、行政の中でボランティアセンターの人たちが公電車力を持っていることを知らなかったんですよ。ここのね、社会福祉協議会のスタッフもコーディネーターとして優秀な人いっぱいいたんですよ。だからせいぜいね、永田かな、ちゃんとやってたのが、かなり、永田区ボランティアセンター、それいけネットワークという、そこまでが正式名称というのが永田にできたんですけどね。そういう。ことで、みんな、すごい社協の人たちも頑張ってないけど、活動しにくい環境に置かれたんですよ。社協の人たちはね。で、僕らは、全体の中で行政資金2割もないという、民間団体なので、8割は自前だから。これまた能登の今現在進行中なので、面白い話題なんだけど、まあちょっと次に進みます。いいですか？もちろん。これはボランティア、大阪ボランティア協会にとっても、ものすごい実践の場で、これがね、初めての。初めてです。これが残したものっていうのは大きいでしょうね。ちゃんとした記録を作って、震災ボランティアという本を作って、あと残部がちょっとだけ残ってますけどね。毎日何が起こったか。で、依頼のニーズはどのように変化したか。今、ひとぼうにね、ひとぼう未来センターか、に、市民の会文庫っていう、当時のいろんな依頼の基本的なケースカードが全部保存されてるんです。その膨大な記録が残りましたね。さあ、それで、次のテーマなんだろいや、まあ次のテーマの前にね、う。はい。もうちょっと一般的に、この阪神・淡路大震災のことからちょっと離れるんだけど、はい。ボランティアって何ですかと、まあ、よく言われたようにね、まあでもだけど、ボランティアっていうのは、なんかただでお金もらわないで、ただでやることだと、それがボランティア。今日はね、私、なんかやりますけど、これ、ボランティアですよっていうのは、例えば、
講演よく料そういう誤解がありますこれね。ボランティアですよっていう、そのボランティアイコールただっていうかね、これが意外と、意外とっていうか、蔓延してるんですね、こういうあれが。なるボランティアにね、一番近いのは恋愛なんですよ。と。そうそう、僕今日書いたんだよ。林さんの。こボれ、いランティア恋愛や、も。僕も、恋に似てるって言うでしょ、ボランティそう。だってね、ア。恋愛もボランティアもそれこそ無償でしょ？無償だし、うん、好やれってき言にわれ選てぶし。ないしね。うん、だっ強て、制はないしね。お金もらうために恋愛したら、それ、なんかパパ活かなんかなっちゃって、それはちゃいますでしょ、そんなものは。これまあ、は、恋愛だと同じだと思ったらいいんですそうよ。だよだつね。まり、ほっとかれへんで動くんですよ、相手のために。だから心の動きってことだね、それはそうね。そう。やむにやま元来れボず。ランティアのもともと一番核になる意味はやる気なので、やる気？やる気を直して弁当なんですけど、つまり、ボランティアっていう言葉のもともとの語源はやりたい人っていう意味なんですよね。やりたがりです。野生のね、自生植物あるじゃないですか。あれ英語でボランティアって言うんですよ。あ、そうなの？はい。ボランティアプランツ、あるいはボランティア。つまり、初めて聞いた。農民にね、種を植えられて、穀物として買い取られるような植物のありようじゃなくて、勝手に自分で生えてくる植物、ボランティアです。うん、そういうもんです。まず自分、だから、無償の話も、無償であっても、いやいややってたら、それボランティアじゃないですよね。ボランティアじゃやりたくてやってるわけだから。あれ、ほっとかれへんでやるわけだから。無償って、いや、お金なんかなくて、お金をもらわないからいいこといっぱいあってですね、実はですね。私は無償でやることの良さっていっぱいあると思いますけど、一番の本質の鍵はやりたいですよね。うん。だから、私たちは被災地の中でも、みんながやりたくなるような仕組みをどう作るかですよね。自分、それは、ポイントは簡単に言うと、自分で工夫できることなんですよ。自分で工夫するとやる気上がるんです。だみんな任せた。だから任せたんです。まあ、阪神・淡路大震災の時にたくさんの人が来たっていうのは今の話で、このテレビなんかでああいう状況を見たら、これはほっほっととかないんかでれへすよ。んっていう言葉が来たわけだよね。そう、自発性ってほっとかないんですかそうですね。ら。うん。だから一番分かりやすいそうそうそうボそランティアとしてのね。う。うんうん。まあ、そういなんでつもす。そういうものだけ転がってるわけじゃないんですけどね。まあそうですそうね。ね。まあいろんなね、思いから違いもありますけどね。でもまあ結構大切なポイントの一つですね。ほっとかれへんっていうのはね。それで、まあ、まあ、時間もあと30分もないんで、お、そうです、そうでここす。で、もう一つ、NPO。はい。で、NPO とは何か？ NPO とは何か。何かって、まあ、NPO はね、まあ、世の中に、実は、一番最初に組織、社会にできたのは NPO なんですけどね。お寺とかね。一番古いです。お寺も NPO です。私立学校も NPO です。日本の私立大学の3分の1は宗教系ですけれどもね。とにかく、ボランティアと違う、ボランティアグループも NPO なのですけど、ボランティアグループも NPO なんです。つまりお金儲けのためではない組織はみんな NPO なので、政党も宗教団体も私立病院も、全部 NPO なんですけども、有給のスタッフが関わっている場合もあるという点が違いますよね。ボランティアは無償なんだけども、有給のスタッフも関わっている。例えば大阪ボランティア協会というのは、有給の職員と無償のボランティアが共同して、事業を進めているっていう NPO なんですね。なまあ、のそので、NPO、まあ、お寺とかね、その宗教団体とかっていうのが実際 NPO として活動していたっていう、あれまあはあるんそだけう、ど、今でもね。ちょっと、今でもね、それがもうちょっと広い範囲で、人を集めるかで活動するっていうことで、何年だっけ、1998年にはい、NPO 法できました。今法が年で20、きまし去た年ね。25周年。はい。25周年。はい。で、これを NPO の健全な発展のために有効、まあ、二十何年経ってんだけど、それで振り返ってみて、
この法律ができたってことの意味はどうですか？NPO 法ができる前とできる後で何が違うかというとね、例えば、去年、リバイバルさ、イギリスでリバイバル、リメイクされたリビング、生きるっていう映画がありますよね。もともと黒澤明が作った映画で、志村たかしさんああ、はがいはい生はい。きるね。あの時代、あれ国家公益の時代なんですよ。国家公益。国家公益。公益は国家がするものだという発想法の時代の映画なんです。だから、公園を作ってほしいと思ったら、おばちゃんたちが市役所に頼みに行くんですよ。そういう時代だった。NPO 法ができて何が変わったかというと、今だったらね、自分たちでクラウドファンディングして公園作りますよ。そういうことです。市民公益です。市民が自分たちで公益活動をしていくんだっていうことが、法律上も肯定された最初の制度ですね。NPO 法っていうのは。だから、NPO 法人っていうのは非常に市民活動に向いた法律制度になってるんですが、2008年に公益法人制度改革があって、一般法人制度ができたんですね。で、もともと一般法人というのは公益法人の出口だったんだけど、それを使われてる人たちがいらっしゃっても大変、私からすると誤解から始められてかわいそうだと思ってるんだけど、一般法人ってのはとっても市民活動には向かない法人制度です。窮屈すぎる。法律守ったらもう運営大変。ただし、所轄庁がないもんだから、違反してる法人いっぱいありますよね。一般財団法人なのに、理事会と評議員会を一緒にやってるとかね。法律違反ですよね。幹事がいないのに理事会違反。法律違反ですね。NPO 法ならそんなことは規制されてません。だから、一般法人は会社法ベースにしちゃったので、非常に会員とか、株主とか、まあ、利益のある人、利害関係者の利益を非常に守るように法人制度を作られてるんですが、市民活動っていうのはそうじゃなくて、みんなのためにする法人なので、はっきり言って一般法人、ちょっと作るのに時間かかるだけで、私は今から作るなら NPO 法人選べた方がいいですよってみんなに言ってますけど。とにかく、社会がそういうふうに変わる道具を作ったっていうのは、よかったと思う。NPO 法ができたとき、私は宮城県知事やってましたそうね。でした、そうでした。で、これだと思ってね、そうです。いや、これは僕は知事の立場っていうか、やっぱりね、一応かっこよく、これは民主主義っていうのを支えるものだっていう感覚があって、で、これにみんな参、それから参加ってことですね、一般の人の参加活参加動に。の器。これはね、すごく社会を変える、宮城県を変えるということで、とにかく、あの時はね、私はもう何も言わないで、宮城県が日本で一番 NPO の数が増えることを、企もうと思ってね。だからもう、あんまり面倒くさいこと言わない、とにかく作れ、作れ、作れって言って、担当部局にも。で、そんな、こう、なんていうか、NPO みたいなものを作るんだって、一応ノウハウがいるじゃないですか。いりますね。だからそれをその職員は全部手伝ってやると。もう全部。そうですね。素晴らしい。ということをやって、まあ、それなりの数も増えて、成果上げたんですけど、まだまだ、まあ、ちょっとこれ、こぼれ話言っていいかな。どうぞ。NPO って、まあ、何かってこと、ほとんど一般の市民には伝わらなかったわけですよね。で、そうなんですね。担当のとおっころしゃるに、通り。電話が来て、NPO って何ですかっそうて。そう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 。そうで、悪い冗談だけそうど読むね、よね。これ録音されてからあれだけど、もう今現職じゃないから、じゃあ、それをローマ字読みしたわけでしょ？だったら、略でしょ？だったら、インターナショナル NPO っていうのはどういうふうに言うの？で、ここ次は言わないですけども。NGO とかね。え？今はね、もう国連ではシビルソサエティですけどね、NGO も言わなくなった。ああ、いやいや、ただね、今の話で言うとね、アメリカでは NPO なんですよ。イギリスではね、ボランタリーオーガニゼーションなんです。ああ、そうか。イギリスでは NPO って言葉ないです。ノンプロフィットオーガニゼーションって言葉使わない。そうだよね。いや、これ、ノンプロフィットオーガニゼーションのことだって言ったらば、ある中小企業の人が、
あ、じゃあうちも NPO だ。なんでって言ったら、利儲益けがて出ないてじゃないなからって言うんだよね。ノンプロフィッい。儲けトてで。ないじゃなくて、儲けようとしないでから、ラビット儲にはけ違ちゃういけかないってことだね。儲だからけね。るよりだも、から、それはイギリスの言い方の方がいいですね。いや、絶対イギリスの言い方がいいでそうだす。ね。だってね、NPO が注目されるのは、利益を出す、利益のためっていうよりも、やっぱりそのボランタリーだからなんですよ。ボランタリーな動きだから、そのことによって、やっぱり行政がしにくいことがどんどん僕らできるわけで、やっぱりイギリス人がガンとして NPO という言葉を拒否するのはよくわかります。とても正しい正しと思いね、本当う。にね。そう思います。本質をちゃんと捉えてるんだね。そうそう。今はついでに言うとね、NPO 法ができて法人格取りやすくなったんですけども、任意団体と英語で何て言うかというと、ボなんか。ああ、ランタリーアソシエーションなんですよ。そうだね。つまり、まず任意団体としてボランタリーアソシエーション、任意団体を作って、そこから法人化するっていうのが、なんていうか市民活動の正しいっていうことはないけど、本来的なんだけど、NPO ができて全く私たちの誤算は、法人格を簡単に作れるので、取って、業者になっていくんですよ。なるほど。ボランティア全然おらず。それそはね、こはね、誤算でしたね。法律が狙ってることじゃなかったんなでかすったんね。ですよ。そうじゃなかった。まあ、だから、今もうめ、いくらあんの NPO って。NPO 法人は5万ですね。5万ね。でもだから、玉一般法石人はもう混合今って8いう万ぐらいありか、ますけど。どっちかったら、石の方の まあ知らないけど、コンビニぐらいある。たくさんできたのはいいんだけども、ちょっそうといそかがわしいような NPO もあるって、まあこれ、どんなもの作ったってそうなんだけど、う。会社だってそうですからね。ね一般法人に至ってはね、もう相続税対策で作ってるところいっぱいありますからね。え。そうね。一般法人は公益法人じゃないので、私的利用をしてもいいんですよね。何してもいいんです。宗教をやってもいいんです。何してもいいんです。何の規制もないから。まあ、そういう自由なところが受けてっていうかね、できてきだた。けど、本当は法律上はもう運営はがんじがらめ。あ、ガそうバなナンス。一般法人はものすごいガバナンスきついですよ。え？あ、一般法人でしょ、それ一は。般法人はね、NPO 法人は自由ですよ。NPO 法人はとっても自由です。そう。だからもうおすすめは NPO 法人です。だから自由っていうこともまた NPO っていうか、作る理由だよね、それはね。NPO 法の第一条に、ボランティア活動など、市民による自由な社会貢献活動という定義がありますから。立派だね、自本由なが入ってる。そうなんです。そう、NPO の話 NPO をしはそなれで終わっちゃうか。そう、もうこれもね、実は NPO 法ができた1998年の後の99年の1月2日にね、僕は松原明さんと雨宮貴子先生と3人でアメリカ行ってるんですよ。1月2日ですよ。何しに行ったかというと、今でいう認定 NPO 法人制度を作るための仕組みの視察に行ったんですよ、アメリカに。で、3週間でね、6都市回って、そのね、アメリカ国内移動費と宿泊費と食事と通訳費をアメリカ政府持ちっていう。昔はアメリカ結構そういうことよくやって、彼らはね、自分の国が一番偉いと思ってるから、見せたがるんですなるほど。よ。そこで確かにすごい制度を見つけたのが、パブリックサポートテストです。パブリックサポート？テスト。つテまスり、ト？税制上の優遇を受けられる NPO 法人になるためには、どうするかというときに、NPO 法というのは行政の裁量のもとに置かない自由な法人格を作ったわけじゃないですか。ね。で、公益法人と違う。ところが、税の場合は、法人格作るのが別にどっちかというと、税の場合は国民全体の資産である税を控除するっていうのは、それだけの公益性がないとダメですよね。で、公益性をどう判定するかっていうのが各国悩んでるんだけど、アメリカはその時どうしたかっていうと、パブリックサポート。大衆の多くの支援がある組織はパブリックだと見なしたんですよ。これがすごいですよね。今、認定 NPO 法人制、日本の NPO 法人の絶対地基準というのは100、3000円以上の寄付者が100人以上いたらパブリックなんですよ。これすっごい革命的ですよ。つまり、市民によって公益性を認定するという仕組みなんです。
官僚は決めるんじゃない。多くの市民のが身銭を切って応援している組織というのは、その多くの人々のサポートを受けるだけの公益性があるからやってみますという、そういうこのアメリカの仕組みを実際には学びに行ったんですけどね。その時ね、すごく勉強になったのは、テキサス州の国税庁に行った時に、テキサス州の国税庁のスタッフに聞いたのが、あんまりチェックしないんですよ。そのね、税制度に優遇する団体でも山ほどあるんだけど。で、なんでこんなチェック少ないんですかな。そんなもん、自分の寄付の行方一番気にしてるのは寄付者でしょうって言うんですよ。私じゃないと。で、寄付者に情報公開すればいいんだって言うんですよ。そしたら、怪しいと思ったらみんな寄付しなくなる。寄付しなくなる人が減ると、税制優遇の資格を失うんですよ。もう非常にわかりやすい。ああ、日本と違うなと思って感動しました。すいません、私ばっかり喋ってますけど、本当はこのぐらいから、まだあといや、ま15だ分。なの、まだなの。まあいいよ、みんなにやってもいいんだけど。いいんだけど、すいません。よう喋るな、思ってはるでしょ。すいませんね。まだ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 。大阪の男はよう喋るってことじゃないんですよ。私が喋るだけなんです。すいません。話分かんなくなっちゃったけど。お前、ごめんなさい。とにかく、いやいや。認定 NPO 法人制度っていう、NPO 法人だけじゃなくて、税制優遇を与える法人格の認定の仕組み自身も革命的だったということが言いたかったわけです。日本の LPO の時、税制とかなんとかっていうの、問題にならないんじゃないですか？最初はなかったんですよ、98年はね。竹下登先生が税はあかんでって言ってはったというぐらいの時代ですからね、最初は。で、ところが、できる2001年に作れるんですけども、本当はね、アメリカの制度そのままにする自由な法人制度を作りたか、税制優遇法人制度を作りたかったんですが、加藤、さんが乱を起こしたんで、あと今度欄ね。あの人が一番のなんていうか応援者だったんですよ。理解者だったんですよ。で、彼が政治力を失ってしまったので、完全に財務省主導に移っちゃった。彼がね、乱を起こさなかったら、森さんが神の国なんて言わなかったら、加藤さんも総理大臣になったと思うし、日本の税制優遇法人はもっと最初の時点から作りやすく、使いやすくなったと思ったんで、いや、いろいそろれと。で何、その税制優遇法人を作認ろう、定、改そ正。のためにアメリカに視察に行ったわけです。だよね。はい。それを日本にも導入って言うんだ導入けど、してみました。だからアメリカでやってるんだから日そもそも本でもだできるでけしょ、つっど、て。そもそも日本の NPO で税金払ってる NPO っていうのは、あ、いっ数ぱいありますよ。いっぱいある。あ、だってさ、事業してたら消費税を納めますよね。うん、で、事業、税法上の、収益事業で黒字になってたら、もちろん法人税も納めます。うん、それはあります。だ、介護保険事業なんかの事業者になってると結構な税金課せられちゃいますよね。うん。いや、だからそれがアメリカ方式にやって、その NPO に何千人かの寄付者、300人、300人。あ、100人、100人。100人なのね、100人かける3000円。100人の寄付者。はい。だけ寄ど付そ者。れは常時寄付してなくちゃダメだね。ああ、5年間の平均で、毎年平均が100人になったらいいんです。ああ、そう少なしの。少ないけど、乱に増えたらいいんです。ああ、そうなのね。あ、で、そうするとね、寄付金、税制優遇法人っていうのはね、4つの、メリットあるんですが、1つ目は私たちが寄付をすると、寄付した私たちが、確定申告とかすると、実際上還付されます。ああ、そうか、そうか。あ、で、法人の場合だったら損金算入できます。それから相続税の控除もできます。で、4つ目は、事業で儲かっちゃってるところがあって、その、儲かってない、つまり NPO の本来の事業の方に内部で移行すると、その分を法人内損金扱いができる。そう、4つあるんですけどね。そういう仕組みです。だから基本的には税金を納めるというよりも、寄付者が税を減らせれる。つまり寄付が集まりやすくなる。そういう方ですね。だから一般市民にとってもそういうメリットがある、もちそろれんがそうインです。センティブになって、はい。しかも、まあ、いい加減なとこじゃなくて、この NPO って団体のやってることっていうのに賛同して、でしかもそれは寄付したやつは税金控除になると。そうなんです。それは
おまけの部分だけどね。はい、だからそそれれは、はね、ほんまそういうことです。この仕組みを通じて、一般市民を参加させ、寄参加付しやすくとする。ぜ、企業も参加かでで、参加っすていうからことね。の効果っていうのはすごく大きいと思うね。そうです。そうね。寄付という参加の仕組みを広げるということですそんなね。ところもちょっと含めてですね、はい。ここで民主主義とかですね、そうです。こういうところに持ってくる論理を今から展開してください。なるほど。民主主義っていうのはですね、やっぱりその、僕はもともと今日の話の最後にお話してもいいかなと思ったのは、今僕のたちの暮らしている社会の一番の危機的な状況は、お客様かだと思ってるんですよ。私たちは顧客になってる。誰の顧客かというと行政です。自治体の顧客になってる。逆に言うと、自治体の首長さんなんかが、この地域で最大のサービス産業は我が役所ですとか言い出すわけですよ。そうすると住民は顧客意識を持ち出す。でね、例えばですよ、長野市の事例なんかでもそうなんですけども、公園がうるさいというときに、公園を使ってる子供たちの親と周囲の住民が話し合えばいいのに、私たちは役所の顧客だから文句を役所に言うんです。ね？で、役所何をするか。廃止しちゃったんですよ。公園を。顧客かってそういうことですよ。つまり民主主義というのは私たちの間で同じ地域で住んでる人たち同士で、なんていうかな、利害のいろんな違いありますよね。それを話し合いでもって調整しながら、最もいい形で変えていこう。つまり自分たちが主体になることですよ。民主だから。なのに、客体になってるんです。お客さんだから。だから、僕はやっぱりこの市民活動、NPO であろうとボランティア活動でもいいんですけども、そういった活動に参加することによって、地域の主体として、地域の課題をか、あの、一緒に考えるような、そういう、まあ、舞台はあるので、あるいはボランティア活動ってあるので、そういう、まあ、自分たちが主体になる社会にしていかないと、不満ばっかり溜まってね、不満を役所に向けるでしょ。何が起こるかというと、管理ですよ。管理。役所はどんどんトラブル起こらないように管理しちゃう。それこそ、埼玉の西川さんという人が面白いこと言ってましたけど、彼は子供の時、自分が大学出てすぐに共同保育所で働いたんですよ。共同保育。で、昔、共同っていっぱいあったんですよね。共同作業所だとかね。で、共同保育所っていうのはね、保護者と保育者が一緒になって運営してたんです。ところが、彼が親になって自分の子供を保育所に預けると、そこは業者としての保育所だったので、まあ、でも今はそんなばかりですよ。そうするとね、子供を一人に行ったら、保育所のスタッフはね、すいません、ちょっと今日子供たちが喧嘩しちゃって、ちょっと怪我したしたんですよ、してしまったんですよって謝るわけですよ。彼からしたら子供なんて喧嘩するのは当たり前でしょとは思うんだけども、つまり保育者と保護者がもう別れちゃってるから、お客様ですから、お客様をとにかく大事にしないと。一緒になってこの状況を変えようっていうんじゃなくて、だし、顧客の側は何かトラブルやったら文句言うんですよ、役所なんか。役所に行ったら、役所から指示が来て、そういうこと、喧嘩させない保育しろとかなって、どんな保育やと思うけど。つまり、保育士だとか、学校もそうですよね。教員ってのは監視役になってくるんですよね。とってもまずいと市思う。民が、だからお客になってはいけないっていうかはい、ね、主体になりましょ主体になりなさいと。う。うん。どうで、やっそてれ、主体になるんだって言ったときに NPO っていうのは、NPO、ボランティア。そうですここね。に、うん、そういうこと。寄付の形でもいいし、そうです、そうです。スタッフになってもいいし、おっとしいゃるうとおりです。ことで、NPO を花盛りになると、これは民はい。主主義、花盛りにうん、なるアといメリカう。の民主主義はまさにそうなんですよね。自分たちでそういう NPO たちを作って、地域で課題を解決するわけですね。そうさいうて、社会を作りたい。この辺でちょっと、一方的にお話しいただく、申し訳ありませんでした。少しあれして、いや、申し訳ない これがこの番組の、もう、セオリーですから、承知いたしました。ゲストにもう十分に話していただくと、1時間半でした、約ね。ありがとうございます。はい、それで、今度は、皆さんに参加してもらうんです。ご意見を相談して感想を
これ最初からユキさんに当てたらちょっとあれだね。どうだろう。まあユキさんにまずは先鞭切ってもらえますか。もうゆきよさく知っん。てる。うん。はい。なので言いにくいか言いやすいかわかんない。いや、本当に私ちょっと他の用事があって途中からだったんで、私の願いはこれをいち早くネットに載せて大勢の人に聞かせてあげてほしいと思います。源さんのやつもいつまでたってもアップされないし、なあんれ？だというふうに思ってるんですけどね。ね、私言は、われてたんだ、うん。なので、ちょびっとしか聞いてないんですけど、NPO っていう言葉に潜む落とし穴っていうのを今日教えていただそういたのでが、とても大きな収穫でした。我が医学ジャーナリスト協会というのも NPO になったということを、なんか会長以下喜んでおり、どうやったら非課税にしたらいいかっていうことに汲々としていて、なんかボランティアの本来のところからどんどん変だなと思っていた理由がこれだったんだっていうことがよく分かって、本当にありがとうございました。さすがでございます。来ていただいてありがとうございました。顔出てる人からだね。中澤さん、中澤さん、和代さん。はい、ご感想、ご意見、ご質問。そうですね。最初から聞いてましたよね。言ってましたよね。最初から入ってましたよね。聞いてました。いろいろ、今地震が起きている最中なんで、私も神戸の時のことを思い出しながら、私はしばらく落ち着いてから神戸の方に、2月1日に行ったんですけど、その時は、整然と並んで、あったかい、おつゆとかを、みんなが並んで順番に、永田地区に行ったんですけど、永田と三田屋に行ったと思います。そしたら、そういうふうにもうされてたんで、あ、すごいなと思って、感動したこととかが最初の導入でしたよね。で、それからずっと、ボランティアっていうことについてお話を お聞きして、で、その自分のやってきたこととずっとこう連動しながら考えていたんですけど、最後になって民主主義の話が出ましたね。そこが一番ピンときました。っていうのは、現在の、やってることで、市政に市民の声を届ける活動っていうのを今やってるんです。で、やっぱり市政が少しずつ変わってくる、なんていうか、そんな大きくは変わらないと思うんですけど、でも市民の声を聞こうとする、市長や議員さんの態度とか、市民の方も自分が主体となって、変えていこうとする動きが少し出てきたんでね。ああ、これかと思って、私今までやりながら、民主主義っていうふうに結びつけたことなかったんですけど、今日改めて、ああ、やっぱりこの活動は民主主義の根幹になるんだ。地域の市民が主体になるっていう活動なんだっていうふうに、なんかやってることに、ちょっと自信が持てたっていうことが一番、ピンときたところです。ありがとうございました。そうでゴミす処か、理す施ごい。設でしょ？ゴミ処理施設じゃなかった。ああ、なるほどね。問題はゴミ処理。あ、ゴミ処理もやってますけど、うん。それをきっかけにして、知事選なんかがあって、こうん。の双方向の対話っていうのをやり始めたら、瓢箪から駒のように、市民の声を、いろいろ農業問題とか、いろんな分野から、市民の声を届ける、それで市政がいかにその市民の声に対して動いてくれたかっていう検証をするっていうようなところに今やってき、あのー、なっています。ゴミ処理施設と並行してやってます。はい。民主主義、すごく良かったです。ありがとうございありがとうございます。ます。
はい。そう、振っていただいたんで、言えたっていう感じです。ありがとうございます。あれ？じゃあ、早くから来て、村上さん。村上さん、どうですか？はい、どうぞ。聞こえますか？聞こえます、聞こえます。はい。大変ためになるというか、共感している部分が結構ありまして、そういう考え方もあるのかと思いました。僕は NPO 法人っていうのは、自治体に関わっていて、公共性があったり、利益を出さないで、実際にバランスシートみたいなのを出すときには、利益が出ないようにゼロにちょうどなるというふうなことを、経理上は必要なんだと思って思ってましたけれども、やっぱり公共性の観点でとか、そういった民間の力っていうか、市民の力ですか、市民の力を生かすのに、民間の力を生かす、市民の力を生かすときに有効だなと思って、それでそうなると、ただ要するに自分ではなくて、やっぱりそういったノンプロフィットガバナンスオーガニゼーション、そういったもので、プロフィットを追わない。利益率を考えないということになると、やっぱり理念が大切だと思うんですよね。だから、そこの理念のところの考え方が非常に、その NPO 法人とか、そういったものの存在価値なんじゃないかなと思います。で、そういったことは今、お話を聞いて、頭の中でくるくる考えてたんですけども、はっきりしてきたことがあったんで、非常に参考になりました。ありがあとりうがとうございます。ございます。NPO 法人は、NPO ってのは、not for profit, but for mission organization っていう言い方もあるんですよね。利益のためではなくって、ミッションのための組織という、そういうことですよね。だからいいですそね。こはありますね。理りが念とがうご大ざい切まです。すね。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。初めて、御嶽真知子さん。御嶽真知子さん。私、浅野先生、林さん、大隈先生の講演会とか授業とかお伺いしたことがありまして、横浜市主にやっておりました。で、東北大震災の後は NPO 法人人間の安全保障フォーラムというところで、止めに入ったことがあるんですけど、今日お話しさせていただきたいのは、支援の町内会とか老人会の組織なんですけれども、あそこでまだその市民的な感覚というのが、まだお分かりにならない方たちが担い手でいらっしゃって、どうしてもその自主性というよりは、リーダーになった人が威張ってるみたいな感じのままでやっていて、どうしてもボランタリーにできていないので、担い手が減っちゃっているというか、役員のなり手がないとか、高齢化もありましてというような状況なので、そこら辺もなんとかしなきゃいけないなって実は思って、綾瀬さんのお話を聞かせていただいておりました。ありがとうございました。私も自治会長、まあ、それは一期だけあってんですけど、今も自主防災組織に関わってるんですが、そうなんですよね。まあ、会社などでのご経験が長くて、会社の組織を標準装備されてしまわれると、ちょっとこういう共感で動く組織の運営と違っちゃうんですよね。僕たちは市民活動っていうのは役割分担するのは当たり前なんですけど、責任は共有しないといけないんですよ。お前のせいだって言ったらダメなんですよね。そんなこと言ったらみんなやらなくなっちゃう。責任は共有する。でも役割は分担するっていうのは、企業などの組織、なんていうか概念と違うんですね。責任を細かく分けていって、お前これしよう、これしよう、これしようっていう。それが、まあ、企業的、あれ、行政もそうですけどね。組織なんですけども、市民活動っていうのは、みんなで考えた目標に向けて、なんかトラブルがあったとき、それをみんなで考えるっていう文化を作らないと、こぼれちゃうんですよね。ひどくなっちゃう。でも、その点がまあ一つあるのと、やっぱ市民活動楽しくなるためには、遊びがないといけないんですよね。なんていうかな。まあ、心理的安全性というか、安心と工夫の余地とよく言われますけど、
自分でいろいろ思いついたことできるとかね。失敗してもみんなが助け合ってくれるっていう、そういう文化なんですけど、そのために一番ポイントはね、正しいことは決まってないってことですよね。こうしないといけないと思ってるリーダーがいると、みんなつまらなくなっちゃうんですか。そうじゃなくって、あ、そんなやり方もあるんかとかって、面白がるような人がリーダーになってくれるとね、だんだん自治会も盛り上がるんですけどね。そこは僕も苦労してます。三田そ部れでさん、その人が集まったりするのはなるべくしない方がいいなんていうことを言う人もいたりするんですよ。そう、最近そういう人いてね、運動会やめるとか言い出して、あんたが決めるなって感じなんだけど、そういう人いるんですよね。ほんま困る。三田部さんが関わってるその NPO っていうのはミッションっていうか何ですか？私はいろんなことやってきましたけれども、2000年からは共に生きる共生を掲げてやっています。なかなかそれ難しいですね。確かにそうなんです。共生っていう NPO は 何を浅野先生には日本フィラソロピー協会に私ちょっと非常勤でいたことがあるので、ああ、そうか、そうか。そんなこともありますけれど、でもやっぱりその多様性の時代ですからね、どちらにしても共生は掲げないといけないと思うんですよ。そうですよだね。からそんなの甘っちょろいだの綺麗事だのとかって言われるんですけど、もうともかく掲げることに意義があるんじゃないかと思おっいしまゃしる通りですて、ね。横浜市の青葉区で青葉バリアフリーサポート21という障害者の、情報化支援のグループを2000年から立ち上げまして、いまだにそれは活動中です。それは NPO なんですか？いえいえ、普通のね、NPO ですけれども、任意団体ですね。ボランタリーオーガニゼーション、アはい、ソシそうエーでションすですね。ね。ボランタリーアソシエーションです。NPO 法人ではないということで す。まあ、法法人人格格取取ららななくくててももいいいいでです。す。そそんんななののね。ね。大田区では大田区人に優しい街づくりを進める、大田区民の会とか、そちらでも浅野先生いらしたような気がするんですけど、そうおです話に。はい。横浜市で活動し、大田区でもやるの？18年前に大田区に転居してきたんですけど、いまだに青葉区に通っております。これ顔出てる人はみんな終わっちゃったんだけど、顔出てない人でも板垣さん花さんが、呼べば答えてくれるよ。板垣ひよこさん。出はい、板まし垣た。です。こんばんは。先生の名前は、実は私、阪神・淡路大震災の後に、当時、群馬県から神戸市の中央区の、社協の方にあった、救護所にボランティアに行きまして、ああ、お疲れそ様での後、す。はその、あちらと、今おっしゃった西宮でしたよね、確か。で、い。すごく斬新なボランティアの運営をしてるっていうのは、聞いたんですが、たまたま私、看護師なので、そちらには顔は出さずに、そのまま偶然関わった、神戸の方の心のケアをする団体さんと、はい。ああ、大切で結す局最終的につね。ながったり、あと、同じ看護師で別に、もう亡くなりましたが、黒田、優子さんがやっはい、ていはい、た、黒さんあね、ちらのはい。団体と関わって、実は私もそのボランティア元年を、なんでしょう、体験的に、私は本当にこのリピーターとして群馬から当時は通っそれはたんで大す。変週だ。末を利用する形で、ああ。なんですが、見ていましたね。その後結局私は今はすいません、青森の弘前にいて、看護学生を教える教員に、のまま、仕事はそんなに変わってないんですけれども、そうですそか。のボランティアに対する考え方がすごくその年、確かに阪神の時に変わったなっていうのはあったんですが、その後、何でしょう、林さんにお聞きしたいのは、何でしょうね、あまりにも完全なボランティアみたいな、いわゆる何でしょう、別に批判じゃないんですけど、すべて自己完結っていうのがなんかと、ある時から急にもてはやされちゃって、あ、あれ災で害のも時そんなにね。完璧にできっこないのになっていうのがそう私のそうそ本う音なんそう。です。だから林さんがおっしゃる理念としては、私もその通いがいいんですよねとおっしゃったら確かにそうで、私もその自分で宿泊と寝る場所と食べ、しかも排泄も自分で確保になると、実は相当装備がないと確かに無理なので、弁ボ護士ラをン持ってティけばいアいんだ。の人が素人ができるのはやっぱり
通いの程度でいいんだよねっていうのを聞いてすごく今納得しました。ちょっと喋ったことが多すぎてすいませんが、林さん、その自己完結をもてはやしちゃう風潮に対して何かご意見があったらぜひ受けたま聞いておきたいんですが、いかがでございますか。それはね、私の方からの質問です。きっとね、自己責任という言葉が流行った話とも全部つながると思うんですけども、はい、なんかね、過剰に人に迷惑かけることを恐れる。ですね。はいはいはい。迷惑かけながら生き合ってるのに、あるいは迷惑というか、その、突飛なことをしはる人たちのおかげで社会が進んでいるのに、はい、そこをね、排除するような、雰囲気、日本強いですよね。まあ、これ同調圧力とも言われてる話で、バブルの頃はそんなこと全然なかったんですよ、日本はね。ね、あれが良かったのかどうかともかくとして、バブルの頃は同調圧力なんて言葉はなかったし、あるいは、空気を読むなんていう日本語以外にはない言葉もなかったんですが、はいはいはい、社会がどんどん厳しくなっていく中で、非常に同調性を求める人たちが増えてますよね。でそうすると、自己完結という話もなる。はい、いや、もちろんね、今回逆に今度能登のように阪神大震災途中だったんで被害ができたんだけど、はい、そうです、うん、普通の災害の現場の場合は逆に連続していってもらわないと通うのできないので、もうそうそう、現実的にね、はい、だから今の今回の能登の場合は確かに自己完結ボランティアじゃないと現場の方も困るなっていうのはそれはよくわかるんですけど、しばらくはね、多分ね、どのような形でこれから状況変わっていくのか分かりませんけども、本来は過疎地は復興早いんですけど、普通はね。淡路の実は新潟中越はすごく早かったのは知ってます。そうそうそう、あそこもボランティアに行きまして。そうそう、淡路島と神戸、西宮だったら淡路の方が早かったのは、ガスがプロパンで、で水が井戸で、はい、合併浄化槽という状況になると、ライフラインがないんですよね。はいはいはい、ライフラインに依存しなかったんですよ。今回のように100メートルもずれちゃうと、もうこれはとんでもない大災害です。阪神大震災の 4、5 倍の規模ですよね、今回の地震はね。はいはい、まあ、なんですけど、ちょっと話して、ごめんなさい。だから一般的にはそういうふうに、実は過剰にインフラに依存せずに暮らせている地域なんですけど、ただ問題は道路ですよね、今回の場合ね。道路ですよね。道路が戻らない限り、多分鉄道よりも道路優先すると思うんですけども、道路が戻ってくれないと何も起こせない。しかも今回船が、すごい隆起したので港が使いにくくなっているので、はいはい、僕はもうホーバークラフト軍、軍というか自衛隊がどんどんもっと出せと思ってるんだけども、はいはいはい、でそういうことが行き渡るとちょっとだいぶ違うようなボランティアが出向けるようになってくると思います、ね、今はちょっと寄付がもうポイントですよ今はね。じゃあ林さん、さっきの板垣さんの話の中で阪神淡路のボランティア活動は完璧すぎたみたいな言い方をされたんだけど、はい、というか阪神大震災よりも後に、まあ、自己完結、特に東日本大震災で言われましたよね、うん、そうですね、自己完結というのはね、まあ、それはつまり被災地にボランティアで、まあ、確かにたかがボランティアで大したことできないのであと思ってもいいぐらいのものがあるので被災地に行くとそこでご飯もだけど、ご飯よりもね、やっぱりトイレなんですよ。トイレしてしまうので。トイレ、はい。ね、そのことがね、で、しかも下水さえ守られてたらね、マンホールトイレっていう方法があるけど、今回下水がダメになってるから、はい、マンホールトイレも使えないので、いやただ、だから自己管、難しいな。今回は本当難しい。すいません。実際は本当に通えるという、とっても昼間だけいればいいんです。また実際夜の仕事ってほとんどないので、避難所の警備か電話番ぐらいですよね、はい、ボランティアはね。夜はね。はい。だから通える場所に行くのが一番いいんですよ。
はい、どうもありがとうございました。逆に私の方から質問したって失礼しました。ありがとうございます。山中さんが顔を出してきたから、山中さん、あ、すいません、今ちょっと電源がもうじきなくなってしまうっていうので慌てたところなんですが、いろいろありがとう、はいはい、急いでお話しさせていただきたいと思ってます。私パイロットクラブという団体、これもボランティア団体なんですが、そこに所属しております、ものですけど、そこの一つのスローガンというか、あれが友情と奉仕というのが基本なんですね。で、なぜ友情が先に来てるかというと、やはりそこのところが育たないと、この奉仕活動もうまくいかない。その辺が私どもうまくいってまして、自慢ではないのですが、我がクラブは割と他よりうまくいっております。とても皆さん心が通じてるというか、そういう部分では大変いい会だと思っております。で、阪神の震災の時には、東京とあれですごく離れておりましたので、私たちにできることはやっぱり何だろうということで、一番最初お伺いしたんですね。何が一番今必要ですかということを伺った時に、皆さんで、ね、共有して、その当時ですから、まだファックスであれしたりとかですね、コピーをしたものを配ったりとか、それでそのファックスの機械が欲しいと、コピー機がね、それで そういった物的な支援をした経験があります。以上でございます。いや、ありがとうございます、はい、そうファックスでしたよ。インターネットがない時代でしたからね、はい、Windows95 っていうぐらいで、95から Windows が始まったぐらいですから、ネットはなんか落書き的で嘘ばかり書いてあるし、古い情報が残ってるから、とにかくファックスでやってました、僕たちも。懐かしい。そうです。だからそういうこういうものが欲しいからっていうのが分かってるところはね、物を送っていくパターンもありえますよね。山中さんが出たので、津田さんも、津田元子さん出られますか。はい、はい、津田さんどうぞ。はい、こんばんは。こんばんは。今日早瀬さんのお話を聞きたいと思って急いで帰ってきたんですけど、途中からちょっと疲れが出たのか、うつらうつらしてたんですが、一番最初の頃はもう一生懸命聞いてまして、とにかく早瀬さんがこんなに若いうちからボランティアに対しての関わりを持ってこられたっていう、そのことを伺ってすごい方だなと、そのやっぱり家族含めて周りの方たちのやっぱり何て言いますかね、その育ち方の素晴らしさっていうか、やはり人間的な温かさを持って人と接するという、それでとても笑顔が素晴らしいですし、周りの方たちを本当にこういい感じに包んでくださってる林さんだなというふうに感じながら拝見しておりました。いやで、特にボランティアに関しては、私も山中さんと一緒にパイロットの活動をしておりまして、桜東京パイロットクラブというところに所属しております。そんなことでアメリカが本部なんですけど、国際ボランティアとしてやってますけど、はい、一番大切なことはやはり私たちが特に障害者を対象に私たち動いてますので、うんうん、そんなことから施設訪問をしたり、で施設の方たちっていうのはなかなか一般社会に出てくることも少ないので、できる限り、うん、ミニコンサートを出前のミニコンサートして
楽しんでもらったり、またはあの外の空気を吸いたいということもあって、うん、パイロットウォークという10月にあの障害者の人と共に歩くっていうのをやってまして、でそこであの車椅子だとかそういう方たちがほとんどですので、我々が日頃経験しないことを一緒に体験したりして、あのまあ何て言いますかね、共有しながら楽しい時間を過ごしたり、そういう奉仕もしております。なるほどね。それとあの幼稚園の子どもたちへの、 あのやはり脳を守ろうという運動ですね、うんそういうような紙芝居をしたりして、あの社会奉仕みたいな感じでやってるんですけど、先ほど山中さんがおっしゃったように、やっぱり友情と奉仕という気持ちを持ちながら日々、うん、あの活動を続けているので、今日の早瀬さんのお話がとても参考になりました。あのまたあのミラクルテレビ途中でちょっとうつらうつらしたところもう一回あの聞きたいと思ってますので、再度明日拝見したく思っております。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。今あの桜東京パイロットクラブのページをスマホで見ています。あの家族はね、まあ、あのもう有名な話なんですけど、私があのボランティア協会の職員になるって言って親父が送り出して、その時うちのおふくろがお父さん諦めなさいと、でその後何を言ったかと言ったら、あのお地蔵さんになったと思ってって言うてですね、お地蔵さんかい俺はと思って、なんかそのこけかけたって話なんですけど、まあそれはね、やっぱ基本的には世界の平和家庭の不和っていうの部分はあるんだけども、あのこういうのやるとね、また日曜日ないのとか言われたりするわけですから、それはしょっちゅうなんですけども、あのあれですよね、家族は子族で何かすることを認めないと、俺私はこんなにいいことしてるのに何なんだとかって言ったら喧嘩になっちゃうんだね。自分は自分で好きなことやってるので、どうぞお互いに好きなことやり合いましょうと言わないとすぐ喧嘩になります。気をつけないといけない。、はい、ありがとうございます。世界の平和家族の不和、これはね、あの神戸にね、あの PhD 協会ってあるんですよ。そう、 PhD 協会って、まあ、あの海外からあと、まあ、特にあの開発途上国の人たちを日本に招いて研修をしている団体なんですけども、そこのね、総主事だった藤野さんが言った言葉で、世界の平和、家庭の不和って言うんですよ。みんな笑う、それは。実際そうだね、とか言って。そうやって笑い合ってる間はいいんです。はい、それじゃあ一応皆さんの話はここにして、もう一回ね、さっき聞き忘れたっていうことでまとめてもらいたいんですが、はい、これからどうします？あ、これからですか。これからの課題っていうか。あ、まあ、だからね、これをお聞きして。僕は、とにかく、実はね、いわゆる NPO 法人、特定非営利活動法人の中で、ボランティア、事業活動に関わってるボランティアが、ゼロだとか、年間で延べで10人未満っていう団体がね、4割ぐらいあるんですよ。つまり、事業者ですよ。ボランティアさんが少ないような、特定非営利活動法人も少なくないんですね。せっかく参加のための器を作ってるのに、そうなってない。やっぱり、とにかく、それは一般法人でも何でもいいんです。それは何でもいいんだけども、参加をすることの面白さを伝えて、あるいは参加してくる人たちを受け入れることによる組織の、なんていうかな、活性度とか想像力の高まりっていうのを、みんなに分かってもらって、いや、それはね、職員だけでやった方が楽なんですよ。意識、なんていうかな、物事を決めたり、するとき楽なんだけど、それはね、まあ、会社とあんま変わらなくなる。そこにボランティアの人たちがいろいろ入ってくると、組織膨らむんですね。で、大阪ボランティア協会の場合も、110人ぐらいのボランティアと15、6人の職員が一緒に組織経営してるんだけど、ボランティアもみんな専門職なんで、本当は。それぞれが、それぞれの専門性を持ちながら、家事の専門職もいるし、いろんな仕事をされている人たちがいる。その人たちの、いろんなタレント性を活かしながら、参加が広がることが、とにかく、社会を良くするし、
民主主義の土台になるし想像力できるし、でそれからあのやっぱりあの行政と違う我々の一番の強みはあの多様性を認め合うことなんですよね。それぞれの NPO はいろんな多様、それぞれ多様なことをやってるから、これからあの多文化共生はもう必須の時代になってくるので、そういう意味でもあの市民活動の中で多様性を認め合うような活動をどんどん広げればいいな。特にあの僕今気になってるのは、最もボランティア活動をしないのは20代の前半なんですよ。20代から30代の前半ぐらいが一番ボランティア行動者率下がるんです。でその若い、あるいは働き出した人ですね、その人たちがなんかもっと参加しやすいプログラムを作っていって、そうしないと会社辞めた後とっても孤独になりますので今や人生100年を超える人が10万人もいるような時代になってますから、あのそういう参加が全世代に広がるような社会を作りたいなというのは私 の, あの今後の抱負でございます壮大なはい、壮大です。壮大なね、うん、はい、はい、家庭の不安にならないようにお願いしまあいいんです。あの要はね、自分が正しいことしてると言い出すから喧嘩になるんですよ。自分が好きなことやっててね、こんなことばかりやっててごめんねって言ってたら喧嘩にならない好きがいいです正しいはダメ。原さんに聞いてもいい？ちょっとさっき聞き、あ、はいはいはい、面白かったですって、あの、ありがとうございました。いや、あの早瀬さんの、あの、まあ、活動も本当にすごいなって思いながら聞いてたんですけど、とにかくお話ししている感じがあまりにも楽しそうで顔見てるだけで笑っちゃうみたいなまあね、大阪人はね、受けたかどうかが評価のポイントなんですよ。今日は結局受けたのか受けてないのかが問題なんです、はい、いやもう本当にでもあの私がそうだったから、きっと一緒に活動してた人もたちもあのみんなそういう思いであの一緒に楽しくできてたんだろうなと思って、あの羨ましいなって思います。いや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 ありがとうございました。ありがとうございます。楽しく、明るいと軽いはね同じなもんですからね、あまり重たくなる軽くやれば明るくなる私じゃあ私もそんな感じでいきたいと顔見てるだけで笑っちゃいましたっていうのは褒め言葉ですよね。褒めて笑ってますよ、嬉しい言葉でした、ありがとうございます。大々の褒め言葉、大々の褒め言葉、ね、そうそうそう、ありがとうございます。ということで楽しく今日もやってまいりました。はい、林さんありがとうございました。ありがとうございました、本当にもう今日はあのいい機会を作っていただいてありがとうございます。どうもありがとうございます。ぜひ皆さん大阪ボランティア協会のホームページを覗いていただいて、いろいろ本なんかも出してますから、はい、はい、ご購入いただければと思います。はい、え、これでもうひょっとしたら出てもいいですね。はい、いや今日はどうもありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。本当、え、出ていいですかこれ。はい、大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、失礼します。